KEN は、ファブリス・ベラーが中心となって開発している、オープンソースのプロセッサーエミュレータである。県は、機械全体をエミュレーションする、システムエミュレーションと呼ばれる環境と、Linux のユーザーランドをエミュレーションする、ユーザーエミュレーションと呼ばれる環境がある。ユーザーエミュレーション環境は、一つ金モードのエミュレーション及び、Linux のシステムコール命令をネイティブのシステムコールに変換する。 この環境は、組み込み機器のクロスコンパイルや X86 環境でワインを動かすために使用可能である。システムエミュレーション環境は主に Windows や Linux などのオペレーティングシステムを動かすことを目的に利用されており、OS の動作確認用として、件を同梱することがある。携帯電話用プラットフォーム Android の SDK にも利用されている。同様のプロジェクトには、 ボックスやパワープックなどがあるが県の特徴として中間コードを介して動的コンパイルを行うことにより X86、PowerPC、Spark、ARM など多くのホスト CPU に対して多くのターゲット CPU を高速にエミュレーション可能であることが挙げられる。X86 システムエミュレーション環境においては BIOS の動作環境はボックスと互換である。 かつてはアクセラレーターとしてクケムが用意されていた。バージョン0.11で廃止になり、これは KVM になった。クケムは剣をより早く動作させるモジュールとして提供されていた。クケムは X86 または X64 をサポートしており、カーネルモードの仮想化モニターとして動作する。これを使用するときには同様のソフトウェアである VM ウェア同様。 ホスト CPU の実行できないコードをターゲットに置いて実行することはできない。Linux 2.4よび2.6上にて提供されている。フリーブスド並びに Windows NT 2000-2003 XP においては実験的な提供がなされている。この部分は HAL を使って書かれたバイナリーオブジェクトとサポートされているプラットフォーム用の HAL の ソースとして提供されており、商業的な配布には制限がある。県は CPU だけではなく、各種の周辺ハードウェアもエミュレートしている。以下に県が実装している PC ハードウェアを示す。また、県は SO。その他に県は VNC やスパイスサーバーの機能が組み込まれており、この機能によりリモートマシンの制御が可能である。 対応する仮想化支援機能が少なく VMWare バーチャルバックスよりも低速とされる。ありがとうございます。